宿院停留場は大阪府堺市堺区にある半海電気軌動半海線の停留場。駅番号は HN23。フェニックス通りとの交差点に位置している。駅名の由来は駅南東にある宿院トングから。1911年に恵比寿町市の町間が開業した半海線が 小林寺橋まで延伸された1912年に当駅が開業した。同年、当駅から分岐して大浜海岸までの大浜線が開業した。しかし、大浜線は1945年の境大空襲で普通となり、1949年に休止されている。大道筋中央部に立地し、 3式の乗り場が、宿院交差点を挟んで互い違いに配置されている。浜寺駅前方面の乗り場が宿院町東一町に、恵比寿町方面の乗り場が大町東一町に位置する。かつては、宿院交差点南西側に定期券発売所があり、堺市における、半海線の帰還駅であったが、現在は、他の堺市内の駅と同格の扱いになっている。 2015年内に停留場の改修として、乗り場縫い設、停留場拡幅、大浜線で結ばれていた大浜公園の、塩湯の建物デザインを模した屋根の採用などが実施された。毎年7月31日8月1日に、宿院とみぐるで、夏祭りが行われている。七月十一日には、大鳥大社から、八月一日には、住吉大社から、 三越の都御が行われる。毎年9月第1土曜、日曜日に開港神社で八サッチェが行われている。八作祭では、布団太鼓という大型三越が4台、見入りする。南海バス交差点西側、東高交差点西側、西行交差点南側、南木、堺市発表。2016年2月6日閲覧。平成28年1月31日に、 タイヤ変更を実施します。半回電気起動。2016年2月6日閲覧。ありがとうございます。